鏡筒は、鏡天を土中に埋納する京塚造営の際に、鏡天を収めるために用いる筒型の容器。宝器一のみや京塚出土品の鏡筒と取り県、百合浜城銅製や銅製、石製のほか、混銅製や鉄製など金属製のものがある。形状は、小型の円筒型や、宝手系、六角砲筒型など多様。上部には、蓋が付けら、 上面は平面であるが終焉部が外側へ、張り出しているものもある。上部中央には塔型や、宝珠系、双輪系、乳塔型をしたつまみが付けられており、胴体部分には、名文が彫られ、願文や京塚造影に至る、経緯、関係人物などが記される。つまみの存在や、名文に、しばしば、宝刀の刻が見られることから、塔を模しているものと考えられている。京塚は、 末法思想の影響を受けて起こったもので、写経された経典を経頭に収め、さらに石製や陶製の外容器に収め副納品や除湿剤ともに、石室内に安置する。最古の経図家は、藤原道長が山と国旗峰山に造営した金宝山経図家であり、観光4年罪名の経頭が出土している。資本量は、ほとんどの場合普及、消滅しているが、 稀に残存していることがあり、また軸木のみ残っている場合もある。教筒の名文は、造営時の事情を示す貴重な歴史資料となっている。ありがとうございます。